大角は、軍事用の水槽楽器。水牛、牛角などの内部をえぐって空洞にし、先端を切って吹き口とした角笛であり、和名類受賞では、大角を、波量の布の号と読むとしている。大角の表記は、重角に形状が似ていたためであり、原の読みは、東大に、旧門の経営を職象とした武漢の持つ大角を、平めぐると読んだためである。平めぐるは、 紀以来の北方の楽器を指す。書出は、日本初期の天武天皇十四年十一月の、大津の、小津の、鼓、武器、藩期、及び石弓、頬の類は、私の家に置くべからず、皆に、軍家に収めよという天皇の御事のりである。律令体制では、古水市に水部が三十四人が置かれて、月収されており、礼儀下に伝わる養老令の、軍暴令の規定によると、 軍団にはそれぞれ鼓に面、大津の二口、昇格二口を置き、分番して兵士に強襲させた、とある、上岸儀式巻き級は、3月1日起こす意思姿勢、闘技を伝えているが、平安時代末より、武士の台頭と共に角笛は、ほらがいに変わり、大津の和王がになり、あるいは竹製の竹道が使用されて、両製の大津の、オズヌは姿を消している。ありがとうございます。